全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、社会保険労務士の山崎です。さっきから何度時計を見たことでしょう。ピンポーンの音が聞こえないか、何度耳を澄ませたでしょうか。今日は我が家の水道検査の日、マンションの一斉点検日で、住民には水道検査の日が自動的に割り振られます。水道業者からのチラシには、9時から12時の間に台所の水道検査を行います、その時間帯はご自宅にいらっしゃってくださいと書かれています。今は11時です。一向に業者が来る気配がありません。業者が来ないとこちらも計画が立てられません。友達に電話をしようとしても、電話の途中でピンポンが鳴ったら盛り上がっている話を途中で切らないといけません。早く来ないかな、早く来ないかな。さっきから時計を見てばかりです。インターンホンの音に耳を澄ませてばかりです。本の内容が頭に入ってきません。そわそわ。勝手にこんな解釈をしていました。業者は9時に来て作業をして12時に帰っていくものだと思っていました。その予定や期待と違う現実が起きると、不安や心配という負の感情がもくもくと湧いてきます。その心配や不安は小さなものですが、できればこの負の感情を感じないことに越したことはないですよね。先が見通せないと不安になります。その先とは1年後、5年後とずっと先とは限りません。1ヶ月後、1週間後、10時間後、1時間後と近い先でも同じです。逆に言えば、先が見通せたら不安は感じないのです。予知能力がない限り見渡すことはできませんが、多分大丈夫だろうと思えたら、実際に起きる事実と異なっていても不安は感じません。今回の水道業者も事前に連絡をいただければよかったのだと思います。だいたい10時から11時過ぎにお伺いしますと目安を言ってくれたら安心できると思います。その作業を仕事としていると、ついつい相手のことを忘れてしまうことはよくあります。それは誰しもがありますので、誰も責められません。ただそこから少しでも相手のことを想像できたなら、この業者違うなと一目置かれる存在になれるわけです。私たちは精神障害の障害年金のプロです。だから障害年金の知識は圧倒的にあります。でも障害年金の申請ばかりをすると、意識しないとあなたのことを見えなくなってしまいます。だから常にあなたの置かれている状況をイメージしながら仕事をしています。あなたと全く同じ苦しみを感じることはできませんが、でも想像することはできます。そのためあなたが不安にならないように、障害年金のサポートを開始すると、今はこの段階です、次にしてもらうのはこれこれこれですと逐一お伝えしながら進めていきます。だから次はこれをすればいいんだなぁと予想を容易に立てることができます。するとあなたは不安を感じることなく、気がついたら障害年金を受給しているということになるわけです。私たちは決して専門家としてあなたの前に立っているわけではありません。専門家としてあなたの横に寄り添っている存在でありたいと常に感じています。一緒に障害年金を勝ち取っていきましょう。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。また、あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、動画のリンク先から判定を申し込みください。